我ながらめっちゃいいこと言ってんな。はい、どうも皆さんこんにちは、スターディの河野ゲートです。今回はですね、今ご覧になっている方の中には数学って何のために勉強するんだろうとか、数学って面白くないよなって思ってる方もたくさんいると思うので、そういった方々に数学勉強するとこんなにいいことあるんだよっていう数学のメリットだったり、あと数学ってこんな面白いことがあるんだよという数学の面白さ、そういったものをお伝えして数学のモチベーションが爆上げさせられたらいいなと思っております。ということで早速数学を学ぶメリットについて、こちらのメリットについては、たくさんあるとは思うんですが、大きく分けて2つあると僕は考えています。1つ目、問題解決能力がめちゃめちゃ上がると。どういうことかというと、数学の問題ってまず条件が与えられるじゃないですか。で、求めたいゴールがある。で、数学の問題っていうのは基本的には与えられた条件から何が分かるのかなっていうことを追っていく。一方で求めたいものから逆算して、求めたいものを求めるためには何が必要で、そのためには何が必要でっていうふうに逆向きに進んでいくんですよね。で、その与えられた条件から進んでいくのとゴールから戻っていくもの、それがつながった時に初めて一つの道筋としてスタートからゴールまで結べるんですよ。で、あとはそれに沿って進んでいくだけっていうのが数学の問題の解き方なんですよね。で、実際に私たちが人生において直面する問題っていうのは全く一緒の構造をしてるんですよ。その自分が今与えられている状況っていうものから何ができるのか、いや、はたまた自分が成し遂げたい何かがあって、その成し遂げたい何かをするために何が必要かっていうものを逆から追っていく、そこをうまく結びつけたい、あとはそれに沿って行動してあげる、それがすごく重要になってくるんですよ。要は闇雲に、なんかわかんないけどとりあえずこれしとこうみたいな闇雲にがむしゃらにやるよりも、しっかりと勝ち筋が見えた上で進んであげるかどうか、それによって大きくその問題が解決できるかどうかっていうのは変わってきますよね。ということで、数学力を身につけると、そういったそこを応用させることで人生における問題も解決できるんですよ。例えば、じゃあ誰々さん、例えば隣の山田花子さんと付き合いたいというふうに思った場合に、じゃ自分が今どういう状況か、例えばじゃあ自分が今髪の毛ボサボサだったら、あ、こういう状況だから髪の毛ボサボサだから、え、ちゃんと美容院行って清潔感をしっかり磨こうというふうに思ったり、一方でその山田花子さんが何が好きかっていう、山田花子さんと付き合うためには山田花子さんと趣味が合うようにしたいと、だったら山田花子さんが大好きなポケットモンスター、これをやり込む、で話をつなげられるようにすると、そういったそういう努力、要はその自分が与えられている条件から何をした方がいいのか、一方で向こうが求めているものから何が必要なのか、そこを結びつけてあげるということで、よりゴールに近づけるというわけですね。はい、そういう感じで数学の考え方と全てつながってくるので、数学を磨けば必然的に他もそういった見方で問題に対して向き合えるようになるというわけなんですね。これが数学のメリットの一つ目。次に2つ目、論理的思考力がめちゃめちゃ伸びると。もちろん数学っていうのは論理の学問ですし、その答案上でも論理の飛躍もなく矛盾もなく、一つ一つ確かなことを積み重ねていってゴールまでいくと、回答を書いていくということが必要な学問ですよね。ということで、数学をしっかりと学んでいけば一つ一つちゃんと積み重ねていくっていう論理的思考力がつくんですよ。で、この論理的思考力っていうのはすごく重要で、例えば人生の分岐点に立たされましたと、じゃあどちらの道を選んだ方がいいかなっていうふうに考えた時に、なんとなくフィーリングで進んでしまうと、後々うまくいかなかった時に、あっちの道選んでいけばよかったっていう後悔すると思うんですよね。一方でその時にしっかりと論理的に考えると、で、例えば自分の中でこういうものが大事なんだ、こういうものが必要なんだということは、自分の中で価値基準としてこういったものが重要だから、価値基準に着目して比べてあげようと、比べてあげた上で、じゃあさらにこっちにはこういう要素があって、もう片方の方にはこういう要素があってっていうことをしっかりと論理を組み立てて、じゃあこれっていう最終的な結論を下す。だ、そういう風にしっかりと考えて決めたルートっていうのは、後々うまくいかなかったとしても、ああ、あっちの方が良かったなっていう風に後悔なかなかしないんですよね。自分でしっかりと決めた道なので。ということで、論理的思考力を磨くことによって道っていうものをしっかりと吟味することができる上、人生において後悔しなくなるといったこともあるわけなんですよ。そういった意味で数学を学ぶことはめちゃめちゃでかい。よく本屋さんとか行くとロジカルシンキングとか論理術みたいな、そういった本並んでると思うんですけど、ぶっちゃけ数学さえ学んどけばその本とか読まなくても論理的思考力がつきますというわけですね。それを僕が実証してます。はい、これまでは数学を学ぶメリットについて2つお話してきましたが、最後に数学の楽しさについてお話ししようと思います。数学っていうのは基本問題はある程度パターン化できると思うんです。
ですが、パターン化した上で応用問題に行くときに、その基本問題をうまく組み合わせていくわけなんですよね。で、うまく組み合わせ、その組み合わせ方によっていろんな解き方があったり、そういう発想力とか求められたり、簡単な問題をどう組み合わせていくのかなって、いわゆるパズルみたいなもんですよね。簡単なものをうまく組み合わせていって、でそれにちょこっと発想力、自分のオリジナリティのある発想を乗せて一つの答案を作り上げていくと、それがやっぱり数学の楽しいところだ。それっていうのは結局その今ご覧になっている方の中には、例えばクイズ、その謎解きみたいな問題がすごく面白いなと思っている方多いと思うんですよね。なぜ謎解きが面白いかっていうと、それは自分で考えて分かった時のアハ体験、一方で分かんなくても答え聞いた時のスッキリとした感覚、ああこれだったかっていう感覚、そういった脳の喜びと悔しさ、そこの落差がすごく大きいから、それによってドーパミンがめちゃくちゃ出てっていう風に、それでめちゃくちゃ面白く感じると思うんですよね。数学も一緒ですよね。基本問題、そこをまず押さえるものは前提として、その上でその基本問題がどう積み重ねていくのかっていうところをやってあげる。それっていうのはひらめきと全く一緒、そこに基本問題の積み重ね方で、あこうやって積み重ねていけばいいんだっていうので難しい問題を解いていく。どん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 、要は武器をちょっとずつ強くして、武器の使い方が上手くなって強い敵を倒していくみたいなイメージですよね。モンスターハンターみたいな、ポケットモンスターみたいな、はい、ポケットモンスターの方がいいですね、はい、みたいな感じで倒していくのが楽しいわけなんですよね。問題が解けなかった場合も、あこういう基本問題を引っ張ってきて、こうやって積み重ねていけばこの問題に立ち向かえたんだっていうところを、それが結局アハ体験になりますし、そういうその解けた時の喜びと解けなかった時の悔しさ、その落差でどん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 そのドーパミンが分泌されていって、で結局その数学にのめり込んでいくわけなんですよ。だから数学の楽しさっていうのはそういったところにある。ある程度の基本問題はぜひ押さえてほしいと。そこはもしかしたら辛抱時かもしれないので、そこさえ入れちゃえば応用問題で、その基本問題を使ってよしいろいろ組み合わせて解くぞ、そこの時にすごく楽しさを感じると思うので、ぜひそういった楽しさを実感しながら数学を解いてもらえたらなと思います。はい、ということで今回は数学を学ぶメリットとその楽しさについてお話ししてきました。ということで、また別の機会に数学をどう勉強していくのか、その数学の勉強法についてお話ししていこうと思うので、こちらもぜひチェックしてみてください。また今回お話しした内容は今発売中のシンプルな勉強法の方で詳しく書いておりますので、興味ある方はぜひ読んでいただけたらなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。